はい、マジックバーマンボウのマンボウでございます。マンボウです、よろしくお願いします。では今日はですね、ガチャガチャってあるでしょ、あの100円入れてガチャガチャって回したらカプセル出てくるやつ、あれでマジックのやつがあったんでそれをやってきまして、これですね、今カプセルの中入っております。これをまだ開けてないので、開けてもう説明書見ていきなりやっちゃおうと。まあ、普通ねマジックっていうのはすごい練習に練習を重ねてやっと人前でできるっていうものですが、私はそれを今日開けてすぐやっちゃおうと。これはですねマジシャンとしての経験とか、今までのねこう学んできたやつの応用する力だとか、まあ、総合力が試されるというね、やつです。やってみましょう。開けますが、こうね、外から見てなんとなくこれが何かなみたいな予測はもうついてますので、こういうことできるんだろうなっていうのはなんとなく分かった状態ですね。よいしょ、知らん、もうやっぱそうだな、マジックケース、入れたはずのコインが消えるマジック、ケースを開きコインを入れます。でケースを閉じますと。で開けるとコインが消えると。なるほど、まあよくあるやつですね。ではですね、とコインがいりますね、消すためのコインがいります。ではこちら500円玉をね使ってちょっと待ってくださいね、いけるのかな、とりあえず、おお、すごいですよ、いきなりこんな感じです。なんでスロットねなんだろう、ジャックポット、スロッツって書いてありますね、スロット。これですね。これをまず開けますね。開けます。そうか。500円玉は入らないか。そうきたか。よし。ごめんなさい。100円玉でやりましょう。100円玉を中に入れますが、マジか。100円玉も無理っぽいんで、よし、50円玉でいきましょう。50円玉なら、あ、入ります。50円玉なら入りました。入りましたね。では、これを閉めて開けるとコインが消えてる。うわ、超不思議ですね。やばいですね。では、いきましょう。閉めます。あ、おっ、取れたぞ、なんか。なんか取れたぞ。ちょっと待ってくださいよ。これ取れちゃまずいやつじゃないかな、多分。これ結構重要なとこだと思うよ。よし、入れました。でこれを開くとなんと消えちゃうってね、開いてみましょう。うわ、消えた、すごい、消えちゃいましたよ。でこれまたね閉じて開くと50円玉が出てくるってね、おお、すごいですね。いきますよ、閉じます。で開くと閉じます。で開くと出てくるんですね。ほら、ね、50円玉出てきました。お、すごいですよ、ね、ほら、ちゃんと出てきてます。もう一回いきますよ。50円玉を中に入れてあげますね。入ってますね。これを閉じると、これ50円玉が消えてなくな、閉じると50円玉いや、これ取れたんだね。取れちゃうとね、いけないとこだと思うよ、ね、はい、これで開くと開くと50円玉がこうね、ちゃんとね、皆さんは、三日目クラフトで買いましょう。